高谷会長からよろしくお願いします。お知らせしまして申し訳ありません。今平沼最高顧問からご発言のようにですね、もう日々波高しという状況でございますので、どうぞご活発なご議論、そして何か行動ができることがあればと考えております。ありがとうございます。どうもありがとうございます。今日は外務省から山内幹事アジア太平洋局長参事官、勝俣貴彦国際法局社会条約官、海上保安庁からは玉越哲司刑事課違法操業対策官、内閣参事官の金沢博一様にお越しいただいております。どうもありがとうございます。それでは次第に沿ってまず今日の議題3つということでございますが、まず1番目、竹島における新桟橋施設について、この議連でも何度も取り上げておる問題でございますが、外務省さんからレクをいただいて、その後次第には載せておりませんが、新藤先生の方からお話をいただくということで、まず外務省の方からよろしくお願いいたします。はい、外務省のアジア太平洋参事官やっております山内と申します。よろしくお願いいたします。今ご指示いただきました竹島における新桟橋建設についてということでございます。私の方から2点報告させていただきたいと思います。1点はその事業内容でございます。これは韓国の国土海洋部の計画によるということでございますが、竹島を訪問する客が非常に増加したということで、旅客船の安定的な接岸等のために防波堤を拡大するということがその事業の基本というふうに承知しております。海水通過が可能な環境に優しい防波堤を建設すると同時に、波の力による発電設備、もしくは水中観覧室、展望台などを設置するというふうにされております。事業計画は2009年から2015年にかけて、総事業費は4000億ウォンというふうに承知しております。今年の12月から来年12月にかけて実施計画を行う予定というのがこの事業の概要というふうに承知しております。我が方の対応でございます。このような事業の内容ということで、日本政府から韓国政府に抗議を行っております。これに関する報道が11月の24日25日に行われまして、その報道を受けですね、ソウルに勤務してます我が方の武藤駐韓大使から、パク・ソクファン韓国の外交通商部の第一次官に対して、竹島における、防波堤などの建設計画を推進している件について抗議を行いました。本件計画が推進されていることが事実であるとすれば、竹島の領有権に関する我が国の立場に照らし到底受け入れることはできず遺憾であり抗議する、計画の中止を求めるということを申し上げました。これに対し、パク・ソクファン第一次官からは、韓国側の竹島問題に関する立場についての説明がございました。私もから以上でございます。ありがとうございます。すみません、ちょっと私の仕切りがよくなく、マスコミからすみません、ご退席よろしくお願いします。申し訳ございません。失礼しました。はい、申し訳ございません。それでは今の事業計画についてということですが、もう早速新藤先生の方から、資料は横長でカラー版のもの、2枚閉じのものをご用意をさせていただいておりますので、新藤先生からお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは自由民主党の衆議院議員新藤義孝でございます。今日はですね、この私の所属させていただいております領土議連で竹島の防波堤新桟橋の計画について、この皆さんでお取り上げいただいたことをまず感謝申し上げたいと思います。また一方で私は自由民主党の方で領土に関する特命委員会というのを設けておりまして、そこの委員長代理も務めております。ですので今日は私がですね、自民党の方の委員会で、党のですね、部会でございますが、そちらで説明した資料をもとに皆様方にご報告させていただきたいと思うんです。
そして今外務省の方から竹島における防波堤等の事業計画ということで、まあ、この一枚紙が出てまいりました。これが日本政府の見解でございます。しかし一方で私がこの用意しましたこのカラーのですね右側の方をご覧いただきたいんです。右側の方に真ん中辺に日本側報道というのがございます。でこれではここは日本今外務省が説明した通りのことなんでございます。そして、このパクというですね、外交通商部の第一、次官に、韓国に駐在しております日本大使からこの計画中止を申し入れて抗議を行ったということでございます。一方でここにはまだ書いてませんが外務省の説明資料のこれに対しパク第一次官からは韓国側の竹島に問題に関する立場について説明があったとこうしか書いてありませんが現実には外務省のプレスリリースというのがですね申し訳ありませんちょっとあちこちになりますがこういう新聞記事の縦型の資料のこれを2枚めくっていただくとプレスリリースというのがあります。この武藤駐韓大使からこの韓国第一次官への抗議というところでこの近くで囲ったところ私がこれ囲ったんですがパク第一次官からは韓国が竹島問題に関する立場について説明がありその上で本件建設計画については現時点で韓国政府においては何ら決定していないこういうことがあったんですね。そもそもここの部分すら今外務省は私どもに説明をしていないんです。そしてその上でこのプレスリリースはそのままその下にある読売新聞の記事に同じものが出ております。外務省が韓国に抗議したが韓国側は現時点では何ら決定していないとこういうことなんですね。とかこれ1枚めくってください。今の読売新聞の記事が11月25日の17時52分の記事です。1枚めくっていただいた日本大使我が政府に、ドクト施設設置できないこれは連合ニュースという韓国側の韓国語版で出たインターネットのですねニュースを私どもで翻訳したものでございます。11月25日の17時59分7分遅れで韓国側が配信した記事です。これによるとこのパク次官はこの外務省が言っている韓国側の竹島の問題に関する立場についての説明はドクトは歴史的地理的国際法的に私たちの領土で日本政府の関与する問題ではないと話しているんです。そしてこの新桟橋がこの観光施設の設置が良いか悪いかというこの問題に関連して最終的に決定したことはないと、まあ、このようにですね述べているわけでこのもう一回こっちに戻っていただきます。この私のですねカラー釣りの方に日本の大使による正式な中止申し入れと抗議に対して韓国側は日本が関与する問題ではないと門前払いで検討する価値なしとこういう状態になってしまっているということなんでございます。でそれはこの今見ていただいている資料のですね左半分側にこの全体を総括いたしましたが真ん中辺に2011年の8月1日に日本の国会議員が入国拒否したと、まあ、私どもが出かけていって拒否された問題でございますがこれ以降ですね実は韓国において政府関係者国会議員一人も上陸していないんです。そして真ん中の箱にありますように8月12日には韓国の国会が特別委員会を開くことが予定されておりました。さらにはハンナラ党や民主党の国会の代表による党首によるですね竹島訪問で声明を出すこういうことも予定されていました。さらにはファッションショーや音楽会等が企画されていたんです。具体的に全部天候不良を理由にして上陸されてなかったんです。ところが10月の18、19で日本の首相が韓国を訪問されました。その中で、このマスコミ的にはですよ報道上は竹島の問題は日本からは言わなかった。一方で慰安婦の問題も韓国から触らなかったと韓国日韓の未来関係を確認に行ったんだとこういう報道がありました。ところがこれはですね韓国側の報道を見てみるとこれは2枚目のですね野田首相の韓国訪問というのがございます。この下から2つ目のこの表題と副題でございますが歴史問題について外務省資料に言及なし。実は日韓首脳会談では日本の首相は
日韓に横たわる問題は障害があっても乗り越えられる、努力すれば乗り越えられるものというふうに発言していて、それを受けて韓国の大統領は韓日に横たわる歴史問題等の障害は野田首相が責任を持って解決努力してほしい、こういうことを言われてるんですね。でこれは別に私の暴きだったわけではなくて、首脳会談の公開発言部分にこういう発言があり、首脳会談後の記者会見でもこのことがコメントされてるんです。そして私たちはそれを韓国側のインターネットの新聞を翻訳して分かったんです。でそれは外務省にこの部分がなぜ全然抜けてるじゃないかと、歴史問題はありませんでしたでしたから、ですからもうそのように質問したところをうっかり抜け落ちてました、こういうことだったんです。それでもう一度戻ってください。結局この今ですね、かつて韓国がいろんな計画を立てて日本はその都度抗議しておりますが、いずれも韓国側は毎回韓国側の立場を申し上げます。しかし私たちの抗議は抗議で受け止めていたんです。しかしこのですね、10月の19日の韓国訪問で歴史問題等については日本の総理が積極解決努力すべきだと、こういうことを言われて以降ですね、この1週間後に新たに竹島の新施設の建設が決まりました。それは2枚目の資料のですね、一番右上にある新桟橋のこれ観光客向けの管理事務所が、これ韓国の文化財庁の許可が下りたんです。今まで止まってたものが、そして中止されていたファッションショーが開催をされて、その上で11月11日にこの音楽会が開催をされた。そして韓国の国会議員5人が8月以降初めて上陸をした。でそれに対して日本が抗議いたしましたが、音楽会の開催については日本の申し入れは対応する価値がない、このように韓国がコメントを出しました。そして今回の防波堤の計画については日本が関与する問題ではない、もう日本からの抗議は外交的に正式な事務次官や大使が申し入れても今や何ら相手側は対応する必要もないというところまで変質してしまっていて、今は竹島のことが全く工事を設計中だったり工事がやってる最中だから分かりませんが、あと2年するともう沖合の1キロに15階建ての海洋科学基地が建設されて、そして、新桟橋のところに観光客を収容する施設ができ、今この今回の防波堤はですね、今300トンの船が20分滞在できる桟橋なんです。これが5000トン級の船が常時桟橋につける、こういう400メーターの大桟橋の工事があと何年かもう実施設計に入ったんです。そしてしかも1枚ペラのですね、この紙図面がありますが、これはこの大きな船を入れるためにはここの竹島のですね、沖合が5メーターから20メーターの水深しかございませんので、大型船を開港させるために海底を掘る、これも環境上の大きな影響が出ます。竹島の形状を変質させる、そういうことが行われているんです。ですからあと2年もすると竹島はとてつもない形でですね、いろんな施設ができて、しかも外国からの留学生もここに連れてってるそうですという状態が起きているにもかかわらず、日本は今や抗議しても相手にされない状態になっていて、このままなし崩し的に実効支配がさらに強化されてですね、このようなこの領土の侵害を強く受けると、この状態を放置していいのかというのが私が申し上げたいことで、外務省は外務省なりに一生懸命やっておりますが、プレス発表ですらその縮めであって、で日本の国内に全然世論が起き上がりません。事実がわからないから、したがって韓国側はこういう計画を出したが門前払いして、あなたたちの抗議は受け付ける価値がありませんよ、日本が関与する問題ではありませんよと言ったが、日本の国民は何ら反応していないと。これは韓国の主張を日本が受け入れたものであると、暗黙の了解を与えた状態になる。
になっているわけで、ぜひこれはですね、この与党野党ではないんです。日本国家として政府がこういう方針で臨んでいることを国会はきちんと知ってチェックすべきであると私は思ってですね、このように説明させていただいているわけでございまして、ぜひこれは何らかの形でですね、このもっと我々が行動していかないと、どうにもこの抗議する術すらなくなっている状態なんだと、これをぜひ超党派のですね、皆さんでお知りをお聞きいただきたい、こういうことでございます。どうもありがとうございました。皆さんからちょっとご質問いただく前に、これ外務省さん、パク次官のこの言葉というのは確認をされてらっしゃるんですか？そうです。独島は歴史的地理的国際法的に私たちの領土で日本政府の関与する問題ではないと。我々は各時間からこういうような言い方をされたことがございません。あと他先生の方から。はい、この外務省の関係マイク回してください。衆議院議員の矢田川です。外務省のですね、この、紙ですね、最後の方にこれに対してパク第一次官からは韓国側の竹島問題に関する立場について説明があった、具体的にどういう説明があったのかちょっと教えていただきたいと思うんですが、この件につきましては新藤先生がお配りになった、資料の中のプレスリリースというのがございます。これは、外務省が、武藤大使から先方の即番時間に抗議した概要について発表したものでございます。で、申し訳ありませんけれども、これ以上具体的にどういうやり取りだったかということについて私がこの場で説明することは控えさせていただきたいと思います。控えさせていただきたい。できないって言うんですか？そうです。できないって言うんですか？外交上のやり取りでございますので、こういう形公式に発表した以上のものをですね、こういう場でご説明することは控えさせていただきたいと思います。岡先生方。自民党の時はやはり事実は事実としてですね、こうした部会議連の場では説明をしていたんですが、やり取りが説明できないというのは具体的には現場外務大臣からしゃべるなと言われたんでしょうね、きっと。組織としてですね、具体的なやり取りについてつまびらかにしないと、発表したこういう言い方以上のことをですね、いうマンデーと私はいただいてませんので、そのように答えさせていただきました。過去か。はい。以前から。民主党政権になってから、ね。いや、私はそのこの立場にあるのは今のこの政権でございますので、以前のことを私の口から申すことはできませんが、基本的な仕事の仕方は外交官としては、お互いの外交官同士のやり取り、詳細についてですね、外に出すということは基本的にしておらないのでございます。でもパク次官は独島は歴史的地理的国際法的に私たちの領土で日本政府の関与する問題ではないと指摘したと連合ニュースに書かれてるわけで、じゃあ連合ニュースの記者にちょっとその辺聞いたとか 何かアクションを起こされましたか？我々のやり取りとして我々が発表している以上のことがですね、韓国のメディアに出ているということは非常にいろんな意味で問題であるということで、韓国側にはこの指摘はしております。じゃあすいません、今韓国が指摘されたらマイク回してください。その韓国側にですね、こういう情報が漏れておかしいじゃないかと、誰に外務省のどなたが外務省のどなたが韓国政府のどなたに抗議したのか、それに対して韓国がどう答えたのか。申し訳ありませんけれども、外交ルートでその旨は申し出てございます。それ以上のことは控えさせていただきたいと思います。これ外務省さんは連合ニュースにこういう文言がパク次官の言葉が載ってるということは承知したんですね。それは当然のことは承知しております。ただそこに出ているような言われ方は我々はしておりません。こ
これ例えば外交上のお作法として連合ニュースとはいえ、パク次官がこのように言葉にしたということが報道されてるんで、それに対して抗議をするということはしないんですか。ですからそういうような報道がですね出るということについての申し入れはですね外交ルートを通じてやっております。衆議院の今ですけど、今の件ですけど、どなたがどなたがおっしゃったかっていうのは、まあ、言えないのは分かりますけど、抗議をしてどういう返事があったかっていうのは別に答えられないような話じゃないと思うんですけど、それはその外交上言えないような話じゃないですよね。どういう回答があったかっていうのは、これ議員に説明するっていうのは別に全然不思議じゃないと思うんです。その申し出に対して申し訳ありませんが、この場で申し訳が聞かせていただきたいと思います。私もちょっと聞いててわからないのは、外交上言えないという議論と、こういう領土の国益に関わることをやれと言えないというのは違うんじゃないですか。きちんと国会議員に対して説明する、それは逆に義務があるんじゃないですか。ですから送られた紙をなどを通じてですね、日本政府の基本的な立場、基本的なやり取りについてはご説明させていただいております。パク次官の発言は確認して訂正か何かさせてるわけ。パク次官のそこに載ってる発言は我々が聞いたことではないのであります。ただその連合ニュースとですねパク次官のどんなやり取りがあったかということについて我々は承知していません。彼らもそれを外交ルートで正したんじゃない。それを正しました。正したでしょ。はい、それに対する答えを教えてください。それについては外交上言えないという議論と違うでしょ。抗議したことに対して何て答えたかというのは、それはあなたがその秘密にする権利が逆にないの。私が秘密にしているわけではございませんけれども、そのじゃあ答えてください。いや、そのやり取りの詳細についてですね、こういうような場でですね発言することについては控えさせていただきたいと思います。こういうような場合、何なんですよ、それは。どこであれば、そういった残業態度ですか。それは何の権利で黙っていられるわけですか。私がそれを、やり取りを説明するマンデーとかないだけでございます。いや、誰だって、呼ぶ人を間違えてるってことは、我々は。喋れる人をちゃんと呼んでくださいっていう意味ですか、今。そういう趣旨ではない。それに聞こえましたけど、これはね、私はこの手のことをずっと委員会で追及してきたんです。外務委員会、安全保障委員会、本会議で。それは総理であり外務大臣なんです。ですからその外交上のね、質問趣旨も出しました。しかし全て外交の個別案件についての詳細は差し控えます。そして適宜類似適切な行動を行っております。これしか政府は出さないんです。ですから国会の場でこれだけの情報が違いがあって、しかも日本の今の状態が韓国に完全に誤ったメッセージとなって送られているということを正していかなければいけない。だからそれはぜひ先生方にですね、誰にというよりも大臣に聞くしかないんです。そしてそれは委員会の場ではっきりとですね、その旨をご答弁いただけるようにぜひ質問していただきたいと私は思います。我々もやってます。他はございませんか。ちなみに申し上げますと、全く抜け落ちているのは慰安婦の石碑も日本国の大使館、ソウルにある日本大使館の眼前の行動上に慰安婦の石碑が設置される。それが12月の14日にこの設立するという計画になっていて、それも武藤大使はこの建設を中止してくれと。これは作るのはソウルの市当局でございますが、そこに許可を与えているのは韓国政府です。ですから、ね、こういったことも申し上げているんですが、それについても日本がそもそもこのような問題は慰安婦に関する問題は日本が自ら解決してくれる、全く抗議を受け付けない状態になっていて、でもそれはプレスリリースにもなければ報道にも一切出ていない。で
こういったにもかかわらず我々が反応しないってことは、慰安婦の石碑の設置は OK よというメッセージになってしまっているわけです。そしてこの日に今日朝鮮劇が1200冊空輸されました。そして日韓の原子力協定で日本の最新技術をもの原子力技術が韓国に提供されることが今日批准されたんです。この外交をどう考えるかっていうのをこれはみんなで考えて行動して声を上げないととんでもないことになってませんかっていうのが私がずっとこの2年間こういったことをですね活動させていただいて、それぞれの党でまず事実があまりにも伝わっていない、そして国会で全てを明らかに正していく必要がさらにあるんじゃないかと私は思っています。これは派の議連なんですね。それでみんな主権それから領土を守りたいと思って行動してきたわけでございます。でこういうことに抗議をしないと韓国の政府は宿泊施設に泊まればお金がもらえるようなことになったり、あるいは留学生を招待したりサーファーを招待したり、そうやって竹島は独島は韓国の素晴らしいリゾート地だっていうことを一生懸命アピールしようとやってるわけですよ。でそうすると私たちは竹島は当然日本の領土ですから司法裁判所に国際司法裁判所に訴えたいと、この議連でも決議しているわけですけれども、向こうがそういう形でですね既成事実を積み重ねていくとですね国際世論はですね全く私たちに同調的ではなくなるわけですよね。こんなことに抗議もしていかないで黙認してきたということはやっぱり韓国側の主張が正しいんじゃないかと思うわけですから、外務省の私たちはむしろ味方をしてあげようと思っている。私たちは一丸となって戦って守り続けなければならないのだって、今のお答えを聞いてると日本の外務省じゃなくて韓国の外務省みたいな、ね、出張所みたいな答えしてるんじゃないでしょうかね。私は日本の外交官でございますのでですね、先生方のその思いはですね私も全く同感でございます。私が先ほど申し上げてますのは外交官のいろはでございまして、やり取りの詳細については明らかにできないという基本的な原則を申し上げていることでございますので、それはぜひご理解いただきたいと思います。ただ竹島のことにつきましてはですね、私自身もソウルに勤務したことございますし、この申し出を何回もやりました。でまさに、国際法上も歴史的にも日本の固有の領土である、こういう立場で一貫してきております。で先生今ご指摘の ICJ の問題もですね、1954年、それから1962年、 ICJ に行こうではないかと、これ強制管轄権がないんで先方が合意しないと ICJ に行けないんですから、それでその申し入れをしました。ですが韓国側はこれを拒否し現在に至っているというのがこの ICJ に関しては実情でございます。ですからそこの点についてはそういう状況があるということをご承知いただければと思います。で竹島の問題はですねなかなか一朝一夕に解決が難しいというふうには思いますが、それでも、対極的観点に立って冷静に粘り強く対応していくというのが日本政府の一貫した立場でございまして、それをやってきておりますはそういうふうにご理解いただければと思います。申し訳ありません、1点だけね、ぜひ国会で正すべきなんですが、先週の参議院の外交防衛委員会で佐藤正久の質問に対して現場大臣がこの竹島の問題は重要な問題であるが日韓の重層的な対極的見地から言えば局地的問題であると、こういう答弁をされているわけですね、一体全体彼を今ね外交官は命令に従って動くわけです。政府の方針によって外交活動をやりますから、これは明らかに変質したと言わざるを得ないんですが、それはやっぱ大元の政権の姿勢というのをきちんと正していかなくてはいけなくて、それは大臣なんですよ、そして総理なんですよ。そこのところがうやむやのままですね、韓国側は全てのことはもう野田総理に委ねてあるから我々に言わないでくれと、国内で解決してよ、野田さんがもう約束したんだからってい いうふうに彼は総理が約束するわけありません。でもそのように言われてしまう隙を作ってしまってるわけです。一切のもう議論が噛み合わなくなっている状態で、なし崩し的にもっとあるんですから、このドクトの管理計画というのは。これから何やってももう全く平然といろんな物事が進むことになってしまうから、その前にきちんと行動しなければいけないと。ぜひこれは
国会立法府としてですね、行政法姿勢を正すということが非常に重要だとあえて言わせていただきます。ありがとうございます。ちょっと次の時間もありますので、恥ずかしながらやっぱ18、19と野田首相が訪韓された時、これ日韓両国の懸案はこれまで以上に野田総理が誠意を持って積極的に臨むことを期待するというこの文言がやっぱりちょっと非常に気になる。8月12日から9月3日までは、国関係者の上陸はなかったわけですけど、総理が訪韓した後からですね、急にこうちょっとエスカレートしていく感じがありますので、また議連としても何らかのきちんとしたメッセージを送らなければいけないのかなというふうに思っております。それでは次2番、以前鳥島沖における中国漁船船長逮捕についてよろしくお願いします。海上保安庁で防災警察官をやっております浜口と申します。それでは平成23年12月海上保安庁と味方に書きました一枚紙、男女群島沖領海内における中国漁船立ち入り検査危機事件、このペーパーをご覧いただきたいと思います。この事件につきましては先月6日の午前10時半ごろ、長崎海上保安部に所属します巡視船1隻がパトロールを行っておりましたところ、長崎県の鳥島の北北西約4km の我が国領海内におきまして中国漁船を視認いたしました。この時に視認いたしました中国漁船は2隻でございました。領海内に、外国漁船が、存在しているということで、パトロール中の巡視船は漁業法に基づく立ち入り検査を実施しようということで漁船に接近しましたところ、当該漁船が逃走を開始したことから、立ち入り検査を行うべく停船命令を継続して発しつつ追跡を行ったものでございます。各種の停船措置を行いましたが、なかなか、ジグザグコースとして止まらないということで、当日の午後2時52分ごろ、鳥島の西約 40km の海上におきまして、逃走する当該漁船に対して巡視船を、横から圧着させるような我々の強行接舷というふうに申しておりますが、強制的に船を横付きいたしまして海上保安官が当該漁船に乗り移って、その船を停船させた後、当日の午後4時10分ごろ中国人船長を漁業法の立ち入り検査機器罪で現行犯逮捕したというものでございます。その後の捜査につきましては、8日の午後2時頃に中国人船長を長崎地方検察庁に漁業法の立ち入り検査機器罪で身柄付きで送致いたしまして、その後検察当局の方で捜査が行われて、9日の午後、2時10分頃罰金30万円を納付した中国人船長は当該漁船に乗船して長崎を出港したというものでございます。以上が、10月6日の事件の概要でございます。はい、ありがとうございます。この件でご質問のある先生方この船って本当に漁船だったんですかね。漁具を積んでるけれど全然それをやってる形跡がなかったというのは、あくまでも報道ベースですけど、長尾先生の、ご説明がありました通り、その通りでございまして、漁船、いわゆる漁業以外に何か得意な行動を行うような装備とかそういうものというのは、我々海上保安庁の目からは一切見受けられませんでした。他先生方、全部財務省なんですか、持ち主。その点につきましては内閣官房総合会政策本部から内閣官房総合会政策本部事務局の参議官としております金沢でいます。資料ですね、男女分と取締役の代表についてという質問の資料がございますので、それの2ページ目に、税取締役の概要ということで、表示させていただいております。
久米島につきましては、まあ、北岩、中岩、南岩の 3つの小島から構成されております。いずれも現在財務省の調査財産として登記されているものになっています。以上でございます。私の方からですね、この問題に対するその、まあ、問題点というのをちょっと指摘させてもらいたいと思います。これは日本の領海を中国漁船が侵犯した事件なわけです。ですが中国側はこの日本の中国船による領海侵犯を別に認めているわけではなくて、これは漁業法に基づく立ち入り検査を拒否したということについて、逮捕した。それについて罪を受け入れただけであって、この鳥島が日本の領海であって、その周辺の 領土であって領海の侵犯事件であるかどうかというのは全くここでは態度が明らかになっていないということがあるんです。それでこの鳥島の3つのうちですね、1つのこの中岩というのは今年の5月に名前が決められましたが、日本の EZ を形成する99のうちの1つの岩なんです。でそれが5月までは名前もなかったわけですが、ここをですね、この日本の領土の先端として、そしてそこから EZ の起点にさせてるわけですから、まず第一に、この領土と領海がきちっと担保されてるのかということが問題であって、そうすると聞くとですね、ここはこの資料がついてますけども、日中の暫定漁業水域も近所になります。日韓の暫定漁業水域もあります。そしてこの EZ のいわゆる日本が主張中間線は確定したものではなくて、ここは日本と中国と韓国によってそのせめぎ合いがついている海域である。我が国としては主張ははっきりしているけれども、それが国際的な担保にまで至っていないという状況があります。でしかもこの周辺のでは韓国による不法操業が頻発しているようだと。それから中国による領海侵犯はこの海域で今年になって4件発生している。ですから我が国の領土がきちんと保全されていて、しかもこれは資料にありますが定長線の保全ということで、岩が波の下に隠れてしまえば我が国は EZ の起点となり得ないわけですから、そういうね、島としての保全ができているのかということを確認しなければいけない。それから現状で去年は1件だったこの中国漁船のですね、交流というのが今年はもうすでに4件発生していると。それはまさにたまたま紛れ込んできて間違えて領海侵犯したというよりは何らかの意図があって入ってきたんではないのかと。そして先ほどの議員からもお話がありましたように、漁具を使用した形跡がないと。これは悪意なのか定義なのか偶然なのか分かりませんが、いずれにしてもこの私たちも見たことのない備前鳥島という日本の領土の先端がですね、どうなっているか、その周辺の海域がどのように海上保安庁によって保全されているのか、また警戒監視、さらにはですね、海上保安行動が行われているかということを確認すべきであるということで、私たちはこれを視察しようと。誰も見たことがありませんので、そういうことをですね、今企画して、今週末土曜日、金曜日の国会が終わる、まあ、しかも波風が立たずにですね、手続きが取れれば私は今日金曜日の夕方に長崎に入りまして、そして土曜日に、船がもう用意されますので、その船で北村先生ともどもですね、この島へ行こうと。そしてこの鳥島だけではなくて、手前にある男女群島というのも2006年までは有人の灯台があったんですが、今それは廃止されて無事になっていると。ですからこの男女群島についてもほとんど皆さん行ったことないのでね、一緒にここのことは見に行って、まあ、少なくとも我が国の領土であるというプレゼンスを高めるためには国会議員がきちんと視察をしてですね、状況を見る。そして海洋政策本部がどのようにこの島を保全しようとしているのか、そして海上保安庁が現場でどういう苦労があって、また獲得がないのか、こういったことはぜひ確認すべきであると。これはもう日本の領土をですね、一つ一つこうやって確認していかないといけないんではないかと思いますが、最後に申し上げると、そういう視察を計画して正式に海洋政策本部大臣、担当大臣が国土交通大臣ですが、文書でもって視察の協力依頼を出しましたが、海上保安庁は政党からの視察申し入れは受けませんということで、船の使用は拒否されております。
そして話し合いの中でですね、超党派による議会活動においてはやぶさかでありませんということで、超党派の議連が現地視察する場合には受け入れる可能性がございますと。で、まあ、こういう議論だったんですが、それにしても今この船がお連れする用意がございませんという状態が現状です。ですから私たちは民間の船を自分たちでチャーターして、あそこにいる役人の人たちも私たちと一緒に来て現地で説明しろって言ったんですけども、まあ、我々の用意した船に乗っかって、まして海上保安庁の職員も現地のですね保安庁の職員も一緒に説明してくれると私言っておりますので、海保の職員が民間の船に乗せてもらって海を出てその説明するような、今そういう行政になってしまってるという、まあ、ことも含めてこれ報告しなきゃならないと。はい、じゃあ他何かございますか。はい、なければ、以上で、日本のお領土を守るため行動する議員連盟の総会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。